はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちらの富形町をちょっとね見ていきましょう。これはちょっと後ろにときましょう。はいさあやってまいりました。いや今月はね、まあ可愛いというかキャラモノのね、こう富形がねいっぱいねまた登場いたしまして、で今回はねもう全てこれドリーム富形になるんですが、まあなんといってもね、まあ一番気になるっちゃ気になるのがこの食べっ子動物と食べっ子水族館ですね。ねもう大人気のこのお菓子がね富形になって登場で、非常にあの人気があってね、もう売り切れてるところいっぱいあるみたいなんですけど、これが170番とスペシャルで、ね、ディズニーモータースがドリームスター4のミッキーマウスで、でこっちの方がこれがねディズニーモータース15周年記念のドリームスター4の D100 エディションですね。まあ、今回ちょっとここのねちょっと漢字とかも並べていこうかなと思うんですけども、これがね一応タカラトミーモール限定で販売されてるみたいで、多分トミカショップとかにも売ってるかもしれません。であとはこれね、ディズニートミカパレード、チェシャー猫ね、またパレードに1台ね楽しい仲間が加わります。でさらにちょっと気になるこの後ろですね、これあのチラッと聞いたんですけども、なんかどうやら廃盤になるみたいで、たまたまあのこれ購入したのがあったんでね、770円なんですけど、これもドリームトミカですね。メカブトン、これ2014年に出てるんですけど、これもね、まあ、一応ついでにせっかくなんで見ていこうかなと思いますんで、ではね最後までよろしくお願いいたします。じゃあ早速もう食べっ子シリーズから参りましょう。さあやってまいりました。今回はねこれ結構ねもう前からね注目されてたんですけどね、出来が非常に気になるところですが、では上の170番の方のねドリームトミカからね行きましょう。食べっ子動物です。本当にねこれあのおやつとしてもね本当あの美味しいですね。なんていうの、あのビスケットっていうかな、非常にね美味しいね。食べっ子動物がまさかのトミカになって登場でございます。素敵なコラボですね。うん、いいと思います。でパッケージもねこう食べっ子動物のねこのデザインになってて、ほんと可愛い。よし、じゃあ行きましょう。このキャラクターの名前とか全然知らないですけどね。はいでは開けていきたいと思います。まあ多分全部プリントだと思うんですけど、よし、ではちょっと楽しんでいきましょうか。これ気になりますよね、車の先端についてるこのビスケットみたいなやつ。では行きましょう。お、あ、可愛いですね。では行きたいと思います。あーなんかもう想像通りです、これね。はい、期待に応えてくれてると思いますが、さあそれでに行きたいと思います。まず一つ目ね、170番の食べっ子動物全体はね、はいもうこんな感じです。とにかくね可愛いの一言ですけども、いいっすね。はい全部あのラッピングはもう本当プリントですね、シール一切ないと思いますが、じゃあ細かくいきましょう。まずね顔こんな感じです。なんといってもねこの目立つのがこれ M ダックって書いてるんですけど、こういうね形のねビスケットがいっぱい入っているお菓子になって、もうこれをねちゃんとこうフロントにここにつけてくるっていうのがまた素晴らしいですね。で車両としてはまあヘッドライトとかねもう塗装特にね塗り分けされてなくて、ただ色的なところで言うとこのピンクがねだんだんちょっとこう薄くなるようなグラデーションがかかってるね、こう一応3色かな、このようなねカラーリングになっておりますね。でなんといっても側面のデザイン、はいこんな感じですね。もうおなじみのキャラクターですね。はい、もうライオンにキリンに、お猿さんにカバに、ウサギに、これはワニですかね、でこれ猫なのかなでゾウとね、もうあのパッケージにねこうプリントされている、あひよこもいたまあ本当まあそんな感じのね可愛いデザインになっております。でちゃんとねこうメーカーとかねロゴですね、でこうバター味とかねしっかりとね全部プリントで書かれてます。でホイールタイヤもこのビスケットのカラーに合わせてですかね、こんな感じのねカラーになってますね。ちょっとこう薄いオレンジっぽい感じですね。いいですね、素晴らしいクオリティのバスですねで後ろですが、まあこちらはシンプルにこのようなね形のねデザインになっておりまして、で反対側の側面、はいこちら側にはねメーカー名とロゴですね、大きくねしっかりと一面を使ってプリントで書いてあります。でルーフの部分ですが、とはいこのような感じ、ウサギのねイラストとロゴですね、しっかりと大きくね書かれていて、で底の部分はとはいこんな感じです。でこちらの車両ですね、ギミックの方はサスペンション機能がしっかりついてます。はい、ということでね、もう1台目、めちゃ可愛かったですね。はい、まずね、1つ目、170番の食べっ子動物でした。もう期待通りよね。で、続いて、もう1つね、はい、こちら、一応、兄弟車と呼んでおきましょう。食べっ子水族館、ドリームトミカのスペシャルですね。いきたいと思いますね。箱はまあ、こんな感じですね。と、さあ、それでは、こちらも楽しんでいきましょう。よいしょ。ね、まあ、これももう、当然ながら、絶対的にいいと思うですよね。はい、ハズレのわけがないで、よし、さあ、ね、こちらもよいしょ、楽しんでいきましょう。なんか言ったら通常版と初回みたいな、なんかそんなポジションかもしれませんが、さあそれではいきますか。ねえ、よいしょ、あ、
これも本当可愛いですね。さあさあそれでちょっとね見ていきたいと思いますが、はい、まずね全体はざっとねこんな感じになっております。まあ、全体的なねこのイメージデザインはですね、さっきのたべっ子動物とね、まあ、似たような感じなんですが、色合いがこちらはブルーがね基本となってますね。でまあこんな感じになってまして、フロントのねここの部分、これはねトミカのねタイヤホイールですね。まあ、こちらがねこんな感じでついてますね。いいですねこの茶色いねタイヤ、なかなか単体でこれをこうパーツになってるってみんな見たことないでね。うん、でこれはあれかな、別パーツですね、別パーツですね。一応成型色になってるんですが、多分これとこれはまた違うものなんですかね、どうですかね、一緒の工程なんかな、作る工程で。でも穴開いてないから違うかもしれません。で側面のデザインですが、はい、横ですね、こちらね、まあロゴですね、食べっ子水族館のロゴとか、あとキャラクターですね、はい、水族館ということで海のね動物仲間たちがねしっかりと可愛く、はい、こんな感じで描かれてます。もちろんこちらの車両もね全てプリントですね。でホイールタイヤは前の部分と同じく茶色の、ね、成型色になっております。で後ろの部分ですが、こちらもシンプルです、こんな感じで反対側の側面、はい、こちらの面はねしっかりとねロゴ関係プリントでね大きく描かれて、で屋根ですね、はい、こちらはエビとヒトデですかね。であとねロゴがね可愛くねしっかりと描かれてます。海の中のイメージですかね、このブルーはね。でそこの部分はと、はい、こんな感じです。でこちらの車両もギミックねサスペンションがついてます。はい、ということでこちらね2つ目ドリームトムカスペシャルのたべっ子水族館でしたが、ほんとねたべっ子動物とこうねぜひぜひ並べてね飾っていただきたいね1台になってますね。いいですね、もうこの2台並ぶとねちょっとなんか玄関先とかに置きたいですよ、これね可愛いですもんね、ほんとうんとてもね本当にいいね2台がね登場したんじゃないかなと思います。でそうそう忘れてならないのはこちらですね、ナンバー170番入れ替えでねイニシャル D の S13 シルビア、こちらがね廃盤になってしまいますのでね、もう非常に素晴らしい車両です。今のガストね買う機会がなかなかね出てこないかなと思いますんで、気になる方はぜひ早めに買っておいてください。非常にね素晴らしいね車両になっております。かっこいいですよね。気になる方はぜひこの機会に、まあ、本当あの素晴らしい車両たちばかりでした。さあさあそれではね他のトミカどんどん見ていきましょう。さあさあではでは続きましてがこちらの2ついきましょうかね。はい、ドリームトミカのディズニーモータースですね、こちらが176番と、スペシャルになります。でこっちの方がまあ特別なね感じがするんですけども、台座がついてますね。で一応タカラトミーモール限定ということでこちらに、ね、購入させていただきました。さあさあそれではねとりあえず176番の方から、ちょっと見ていこうかなと思います。パッケージはちょっと大きめですね、正方形のタイプになっておりまして、まあザザッとこんな感じですね。でこちらね車両と、まあ、ミッキーのフィギュアがついてますね。ちょっとこうなんていうのビシッと制服を決めてるっていうかな、この服装の名前がちょっとわからないですけどタキシード系なのかな、これ非常にあの可愛らしいねミッキーマウスがついているといった形です。では開けていきましょう。まあこうミッキーのフィギュアついてるんですけど、特になんかライドオンするとかそういうわけではないね。うん、とりあえず横に置いて頂戴的なポジションだと思いますが、さあさあではでは見ていきますか。おどうしよう、とりあえずミッキー行こうかね。あ、でもめっちゃ可愛いっすよこれ。おー、あ、これだけでもなんかちょっと価値ある感じですね。まあ、東京ディズニーランドの40周年に合わせてるんですかね、なんかほんと特別な感じのねミッキーになってますね。非常にあの可愛いフィギュアです。うん、素敵ですね。おー、ほんとミッキーって無敵の可愛さですね。はい、でこちらねちゃんとこうね顔が動かせて、で両手両足もねしっかりとね稼働できるね形になっておりますね。ぜひ今回のちょっとトミカの横にね立たせてあげたい、そんなミッキーですね。多分ライドオンシリーズにも載せることができると思います。であと車両ですね、まあこれもねほんとねあのシンプルなんですが、まあ本当にあのミッキーらしいね車両のデザインになってるんじゃないですかね。じゃあちょっと見ていきましょう。こちらですね、ドリームスター4ミッキーマウスですね。全体はねはいくるりとこんな感じになっておりまして、といいですね、もう本当にあのパッと見の色使いがミッキーマウスなんで、どっからどう見てもミッキーでわかりますよこれね。でフロントこうなってます。まずねここのねこれエンブレムと言っていいかな、これミッキーの形になってますね、可愛いです。でここもなんかちょっとこうグリルとかも本当可愛いですよね。で色使いがまあ黒と赤で、これミッキーの服装ですよね。こんな感じの、ね、色使いになっておりまして、ここがちょっとこう耳のようなねデザインになっております。
ます。でまあチャロ自体はなんかこうクラシックカーというかね、本当にねとてもねちょっと雰囲気のある車体のデザインですね。で側面見てみると、はい、こんな感じで、ここの部分はこれミッキーのなんていうの、服になんかありましたね、こういう白いのね、点々ね、ボタンのとこかな、ちょっと忘れましたけど、まあまあ、まあ、横から見てもこうミッキーと分かるような、ね、感じのデザインになっております。でホイールタイヤはちょっとこう大きめのね黒の成型色のものになってますね。はい、こんな感じですね。で、あ、ちょっと細かいドアノブとかもね塗り分けされてて非常に出来はいいと思います。で後ろですが、はい、リア周りはこんな感じ、バンパーはシャーシと一体成型でシルバーで、ディズニーモータースのロゴですね、こんな感じで書いてあります。であとは、ここはねシルバーの塗装で、でテールのねレンズのここの形もねミッキーマウスになってますね。非常にだから後ろから見てもミッキーと分かるような感じです。で反対側のね側面ですが、はい、こちら側もしっかりねこうなってまして、で上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになっております。でちらっとちょっと見えているのを忘れてましたが、こちらね内装は茶色の成型色となってますね。ちょっと確認しにくいですが、こんな感じのね色使いです。でこちらの車両ですね、ギミックねサスペンションがついてます。はい、ということでまずね最初、いやこれだけでも本当とてもねいいコンビだと思いますが、まずね176番のディズニーモータースのドリームスター4ミッキーマウスでした。いいねこの並び、とても絵になってます。でもう一つの方ね、こちらですよ。これがねディズニーモータースが15周年ということで、それを記念して発売されたドリームスター4の D100 エディションですね。ではではちょっとね楽しんでいきましょうか。でこれ台座あるということで、箱がね今のこのこっちより少しまた大きめのね形になっております。あ、これなんだ、あ、シールも入ってるんですね。はい、このようになっておりまして、台座に貼るシールですね。ではではこちらも開けていきますかね。よいしょ、ちょっとシールはこれはちょっと貼るのもったいないですね。うん、今ちょっとね売り切れてるんで、またなんかねちょっと予備でも変えたら貼ろうかなとは思いますが、よいしょ、ん、出てこない、あ、こうしっかりと入ってますね。よしよし、じゃあ行きましょうか。おお、まずこれ台座ね、でこれがミッキーとドミカですね。てか、ああルーフが可愛いですね。あ、よく見てなかったパッケージね、ちゃんとミッキーが書かれてる。これよし、じゃあちょっととりあえず台座から行きましょうか。台座の方がよいしょ、はい、こちらがですね台座になっておりまして、まずこれねキンキラキンの台座用のシールですね。はい、このような感じですね。ディズニーモータース15周年 D100 エディションのね文字が書かれてます、ね、ほんとキンキラキンのシールになってます。ちょっとこれはね大事に保管したいかなと思います。でこちらが台座になっておりまして、これは黒の成型色ですね。で、あのさっきのシールを貼らないと、まあ、特にあの文字とかは書かれてないですね。この部分にトミカを置いて、ここにねミッキーのフィギュアがね立たせるような形になってるんじゃないかなと思います。後ほど試乗しましょう。でこちらねミッキーとトミカですが、よし、ちょっとねミッキー行きましょうね。はい、先ほどのミッキーとは違いまして、もう本当オーソドックスなシンプルなミッキーですね。はい、もうこれぞミッキーですよ。はい、このようにね貼っております。もう可愛いの一言です。こちらもねとてもねいい感じの出来になっております。さあ皆様、どちらのミッキーがお好みでしょうか、ぜひ教えてください。あ、これあれですね、ちょっとなんかこう表情の目の感じとか違うんですね。あーは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 ー、なんか聞いたことあるんですよ、今と昔のミッキーってなんかちょっと違うんですよね。それが表現されてるんですかね。ちょっとミッキーのことあんまり詳しくわからないんで、多分そうじゃないかなと思うんですけど、あー、ちゃんとそういう感じになってんのかなと思います。はい勝手な想像ですけどね。まあとりあえず可愛かった。で車両の方ですが、はい、あ、これ艶消しなんですね。ちょっと今手にするまで全然わからなかったんですけど、おー、あー渋いですね。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。まず、はい、全体はこうなっておりまして、ドリームスター4なので、さっきのね車両とまあベースは同じなんですが、いやー色使いがとにかくね、ほんとこれもねちょっと素敵で、あ、ここに1928年っていうね、ちょっとこんな感じの数字も書かれてますね。さっきのこれ見んの忘れたこっちが MM1118 と書いてるんで、これなんか11月18日がなんかだったような気がします。はいうろ覚えですいません。まあこんな感じになってますね。でまあほんとね色使いがね渋いですね。艶消しのブラックとグレーですね。そんな感じの、まあ2トーンがメインになってね。でまあこのような感じのデザインになっておりまして、側面にはディズニー100の、ね、文字が書かれております。はい、こんな感じですね。で内装はね白の成型色です。渋いですね、どっから見ても渋いですね。で後ろですが、はい、テール周りはこうなってまして、レンズが黒色に、ね、塗り分けされてますね。でロゴ関係とかも同じような感じで入ってまして、まあ、後ろもしっかりと、ね、来てると。
で反対側の側面もこちら側にもねディズニー100の、ね、文字がしっかりと書かれています。で上から見てみるとこんな感じでルーフの部分ですね、はい、こちらはですねミッキーマウスクラブというねこれなんていうのロゴマークっていうのかな、はい、このようにねもう可愛いミッキーが笑ってるんですがちょっとなんかこうデザイン的に昔のミッキー感があふれるそんな感じのデザインになってるんじゃないかなと思いますね。いいですねこの感じレトロ感がなんか伝わるというか素敵ですね、うん、でそこの部分はとはいこうなってます。いやーいいねいいね。でこちらね、ギミックの方がサスペンションがありましてで台座が付属してますんでこちらの台座にねこうねトミカを置いてでミッキーを立たせるとはいよいしょちょっと後ろに置きましょう。はいこのようにねディスプレイすることがねできるね今回のセットいいね。いやー素敵だと思いますよこれはね。なんかちょっとさっきのやつもねほんと素敵なんですけどこっちの方がねだからちょっと味があってね僕は好きですね。うんいやーでも本当にねちょっと並びましょうか。皆さんこのね2セットどちらがお好きかぜひぜひちょっと教えていただけたらね嬉しいです。まあこれはこれでもちろんいいんですけどね。いやこの T100 エディションもなかなかちょっと見過ごせないものはありますね。はいということでねこちらですねディズニーモーターズのドリームスター4の2種類でした。さあさあさあそれでは、ね、続いてのトミカ行ってみましょう。ではでは続きましてはいこちらドリームトミカのナンバー177番ですねディズニートミカパレードのチェシャネコになります。はい僕が結構好きなねディズニートミカパレードシリーズのこれで、6代目になりますね。さあそれではちょっとこちらも楽しんでいきましょう。今回はパレードフロートのみですね特に多分取り外したりすることはできないかなとは思いますがいいねいいねいいね。またね可愛い感じのねキャラクターが登場しましたのでではちょっと楽しんでいきたいと思います。よいしょ。いやてか今月可愛いトミカ多すぎるでしょ一気に出すぎよ夏の本気ですよこれね。でこちらねはいはい、まあ、なかなか重量感あるんですけど存在感すごいなこれおおさあ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 それではねちょっと見ていきましょうか。まずはい全体はくるりとこんな感じになっておりますね。いやー可愛いというかなんというかちょっと面白いじゃないですかパレードっぽいですよねで作りで言うとこの上に乗ってるこの部分はですね成型色ですがクリアパーツに塗装が入っているような形ですねこのチェシャネコの部分ね。はいこのようにねもう素敵な表情ですね可愛いですねおおすごいですねなんかずっと見てられますね。で下の部分ねこれは草むらになるんですかねこのようなこう緑のねちょっとこうなんか森というかそんな感じのねデザインになっておりましてあ後ろにこれ切り株がありますねこんな感じになっております。でここにはバラの花とかがこのように描かれておりましてもう本当にねどこから見ても可愛いですよね。で後ろにはブルーのクリアパーツでこれね連結パーツが取り付けされています、後ろから見ても本当可愛いです。で反対側のね側面ですがこちら側にもねバラこのようにね描かれておりましてで上から見てみるとはいこんな感じでそこの部分はとはいこのようになっておりましてそこの車輪はこちらもクリアのブルーになっております。でこちらはね特にまあサスペンションなどのギミックはないんですが手転がしがねしっかりねできる形になっておりましてであとね連結ができるんでではちょっと今までのシリーズにつないでみましょう。さあさあさあではではいきますか。いやもうこれだけでもねにやかなんですけどねさあさらにこの後ろにはいチェシャネコを連結してあげるとはいこれで、ね、6種類目になりました。いやまあねあの網機こけてたあれもうとにかくね可愛いねパレードなのでまあこのシリーズね集めてる方はぜひねもう今回のね、チェシャネコも加えてあげてください。いやすごいですね。はい。これまだ5つ、何でしたっけ、なんか、お菓子みたいなやつ。はい。それがね、登場予定なんで、まだこれ、5つ伸びるんでね。またそれもね、ちょっとね、楽しみにね、したいかなと思います。ということで、ちょっとこれ、遠くですけど、こちらですね。ドリームトミカのね、ナンバー170番ですね。ディズニートミカパレードのチェシャネコでした。でらっしゃー。はい、こちらね、おまけでドリームトミカのタイムメカブトン、いきたいと思います。多分こちらが廃盤になるっていう噂は聞いてます。はい。ほんまかどうかは知りませんけどね。多分ですよ。でもてかもうこんなん売ってないですもんね。はい。で僕まあまあ持ってなかったんでこれね770円で一応中古ということでこちらね買ってきました。さあさあさあそれではと、ね、楽しんでいきましょう。でこちらね何の車両かというとこれですね。タイムカーにね登場するね車両になっておりましてそれがねまあほんとこれもドリームトミカですね。こんな形
じでね、2014年に、ね、登場した、ね、車両になりますね。だから結構古いドリームトミカです。なのにそこまで高くもなかったというね、嬉しい限りでございます。さあさあさあ、それではちょっと、ね、見ていきたいと思います。っていうかこれ中古なんですけども、言ったら新品ですよね。じゃあちょっと見ていきましょう。はい、まず全体はくるりとこうなっておりましてね、非常に綺麗ですね。もうほんと新品ですね。でこれあのカブトムシみたいなそんな感じのね車体のねデザインになっております。でこの角の部分は、ブルーの成形色ですね。でちょっとこう目ですかね、こうピンク色になってます。で、側面のデザインですが、はい、こんな感じで、まあホイールタイヤも結構特別なものが使われてますよね。でこの辺とかもこのようなデザインですね。ちょっと作品あんまり分かってないんで、あのどうこう言えないんですけども多分あの忠実に、ね、再現されてるんじゃないかなと思います。なんか昔タイムポカンのおもちゃ買いましたよ僕ね、多分こう持ってんなそうそう、なんか僕動画始めたくらいの時なんかあったような気がしますね。で後ろですが、はい、このようになっておりまして、とまあまあ後ろから見てももうカブトムシですね。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もこうなっておりまして、で上から見てみるとこんな感じ、ここから入るんですかね、なんか赤色になってますね。で底の部分はと、はい、このようになっております。そこから見てもカブトムシです。でこちらの車両、あ、すごいちゃんとサスペンションがついておりましたね。こんなタイヤなんでついてないかなと思ったんですけど、ちゃんとついてました。いやー、ということでなんかちょっとこうまあなくなっちゃうっていう噂を聞きましたんで、こちらね、たまたま中古で見つけたんで購入しましたが、はい、こちらですね、ドリームトミカのねタイムメカブトンでしたね。結構特殊な車両なんで、興味ある方はぜひちょっとね探してみてください。多分そこまで高くないかなとは思います。はい、ということで今回はですね、もうドリームトミカばっかりなんですが、なかなかねたくさんのね車両がね登場したんで一気にね見ていきましたけど、さあいかがだったでしょうか。もうどれもねそれぞれのねキャラクターとかがこう好きなファンの方にとってはもうとてもねいい出来になってたのかなと思いますね。まあ、僕もねちょっとずつぐらいしかあの知らないものでも本当ね、いやこれはいいんじゃないのってこう楽しめるねものになってたんで、より好きな方にとってはねより楽しめるね車両になってるんじゃないかなと思いますんで、まあ、ドリームトミカって結構ねあの限定的なね期間しか販売されない傾向があったりもするんで、気になるね車両がありましたらぜひねこちらねお早めにゲットしてみてください、ね、ちょっとシルビアだけなんか異様なオーラ出しますけども、はい、ほんと素敵な車両たちばっかりでしたね。気になる方はぜひチェックの方をねしてみてください。まあ、ということで、はい、今回はこの辺りで締めたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どうもお願いしますので、よろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、あの動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。